今週も私たちがみなさんを元気づけちゃいますとはいうものの正直、私もまだ眠いよこてつは早起き苦手なのかうーん着替えたり朝ごはん食べてる時もまだ半分うとうとしてる感じみんなはどう一番早起きなのはひづめかな前に言ってたもんね朝、体操して勉強しておうちのお手伝いもするって はい兄と一緒に軽めのランニングも行いますすごーいその代わり夜更かしは苦手です毎晩9時には寝ていますへえんか極端で面白いね <laughs> 夜9時に寝るのは面白いことなのでしょうか高校生としちゃ早い方だよな私はそんな早寝じゃないけど朝はすっぱり起きられる方弟も叩き起こしてさっさと支度して小羽を呼びに出かける 私も早起き得意だよ目覚ましなしでもちゃんと起きられるしでも時々時間ギリギリにウキさんと肛門に駆け込んでくる姿を見ますがそれは小羽が出かける前におばあちゃんとのんびりご飯食べたりテレビ見て話したりしてるからおまけにどんなにギリギリでも道を渡れないでいるお年寄りとか見ると助けに行くし <laughs> いつも迷惑かけてごめんね。 ただたまに私も寝過ごすことはあるよ前の晩に遅くまで起きてた時とかそういう朝は小ハちゃんの方がウキちゃんを迎えに行くのってことはめったにないなないねやっぱり <laughs> それじゃあ今回もゴーフォーウィンゴーフォーウィンレッツチェア up! g ゴーフォーウィンゴーフォーウィンレッツ cheer up! Cheer up! 皆さん今週も。